さんお疲れ様です。今日も休みの日に筋トレやっていきます。ジジイ、ワークマンに行ったら、商品の多さにはしゃいじゃいました、笑い。カールはもう100ぐらいやったんで、胸の方やった。ワンたちの一人をいじめるじゃれ合いが始まった。あまりにひどいからとりあえず一括。いい加減にしろ。ちょっと巷では叱らないしつけってのが推奨されてるが、集団で何かを襲う動物は怖いぞ。いい加減にしろよ。ちょっと、ね、一瞬プロテインタイムス100均のシェイカーがどっか行っちゃった。めちゃめちゃこれダマになってる。見てこれすごいよね。溶けねえんだよこれ。まあ別にそこまでガリッガッチガチのさ、トレーニーじゃなきゃいけんさ。よし、もう一セットやって、最後はね、締めの、ダンベル10、ハンマーカール10、腕立て3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 0。まあ要するに腕立て120の、まあ、その間にハンマーカールを入れるっていう地獄の、地獄でもないけど、それをやって今日は終わりにしたいと思います。まずは胸のトレーニングからいきましょう。とりあえずちょっと吸っていて、はい、じゃあ腕立て、ハンマーカール、腕立てハンマーカールの繰り返しで、最後締め行っていきます。ちょっとみんな真剣にやろう。頼む頼む、お願いだ、頼む、やろう、やめてくれ。よっしゃ、じゃあ行きましょう。熱烈なチューをいただいた、ありがとう。よし、じゃあちょっとといて、今がチャンス、いきます。ちょっと腕がね、今ハンマーカール次も腕が、上がらなくなるくらい、もう上がらないですけど、とりあえずもう今日はこれで終わりです。なんかちょっと酸欠になりそうなんで、はい、皆さん、令和遅くなりましたけど、6年1、2月今日2日、お疲れ様です。今日自分休みだったんで、いつものことながら掃除したり、今から洗濯回してるんで干したりして、ちょっと午後はちょっと出かけたいと思います。東北の青森五所川原ですけど、ちょっと雪がうっすら積もっちゃってね、あーなんか雪かきしなきゃなんねえかなと思ったんですけど、ちょっとそこまでじゃないっぽいんで今日は楽です。でこのダマになったプロテインも飲んでいきます。なんかね、ガリガリの俺だった頃にしたら、ちょっと太く、ちょっと満足だけどね、胸板もうちょっと、胸筋もついたな、ちょうどいいかなと思ってやってます。まだ。本当。特にジムも行けないし、
毎日筋トレはしないし、まあ、週に1回、2回、時間的には30分から1時間。でも継続してコツ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 やれば、まあそれなりにメタボにはならない。した感じで。継続がすごく大切だなと思います。じゃあ皆さん、今日も一日適当に。チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。